この曲はちょっと良かったけどちょっと悪かったとこもあった。お、あら、ちょっと良くてちょっと悪い。本一に、そう、本一行ったんだが元気よく。はい、冷静に考えると、はい、まあ、39,300点のもちろんトップ目で流したいわけじゃん。はい、本一までいらないからってのはあるよね。なんかトップ名だから安全に進行したいし、ここは支部監督直伝の、あの、自配たくさん持って行ってやりましょうって言ってました。ただここはね、数は切りはいいのよ。はい、次だね。2つできたら普通に上がりに行きたいかね。うんうん、役がね、不安もやりすぎですか。そう、チュン2枚切れだし、まあ、上がりが超偉いから。そうですね、2枚切れ、うん、上がりが超偉いじゃん。はい、でペイ吐く統一だから、まあリーチ来ても降りれそうだし、はい、なんか上がりも簡単そうじゃんですね。チュン切りか。第一弾は別に吸わんねえんだけど、これなんかペイ来たら、はい、チュン切った方がいいね。わかりました。これちょっとやりすぎ。でここでちなみにニーナパーピン積もってきたとこ、はい、パーピン切ろうと一緒にしたんですよ。うん、でその時ニーナに電流走ったんで、あ、これダメだ、いけないじゃないこのパーピンはあかんって言われ、ゴダだってなったな。あ、これは電流流れるって思って、ああ、冷静に見て、うん、じゃあ役役、まあ、どっちかポンできたら嬉しいし、ああ、どっちにしましょうって言って、うん、ちゃんとね、惜しかった。効果あるんだな電流って。ここで切ってればより効果あったね、うん、ちょっとワンテンポ遅かったですね。ああ、じゃあこれ電流バージョンしてなかったらパーピンつぼ切ってた。あ、パーピンつぼ切ってた可能性全然あります。パーピンつぼ切ったらやばかったね、もうとんでもないことになってたこの曲は、うん、とんでもないことになってたね、これパーピンつぼ切ったら本当に、うん、冷静にね、うん、冷静にチュン切って、でこのスーソーチームも良かったね、うん、うんうん、もう、うん、ヘイって終わるぜと、うん、役ばっかありますね、うんうん、突然でこのパーピンペシャンポン、うん、来た、これだよこのパーピン。これマジでやばかった。そう、もう この時点で犬くんはダブナー本日6キロ張ってるのよ。はいはいはい。うん、もう危ねえってなって、うん、もう、で、マジやばかった。これね。うわ、リーチだからもう降りなきゃってなってました。そう、こっちはもうさ、でこの時手がさ、これなわけよもう。これよ。赤ドラドラで。うん。で3枚あるね今見たら、うん、あーローアもキュアもじゃあキューピンもでもじゃあなんか逃げたんですねギリギリで。そう、うん、かわしてかわして、でこっちのパーピンペイシャンパイ2枚あるんだけど、はい、もう1枚も押せないと、うん、だからもう我々悲鳴を上げてて終わりだーっつって、うん、そしたらね、うん、でも危ない範囲引いたらペイペイハカハカって気持ちでしたよ。だからもう今来いってひょっこりひょうたん島だってみんなで叫んでた、ひょっこりひょうたん島、ひょっこりこいひょっこりこいひょっこりひょっこりパーピンジーマーもうこれは激アツだったねマジで、うん、いやーマジこれが一番嬉しかったのこのパーピン周りこんな高いなんて思ってなかったし、ルイスちゃんもすごい手の形だった、ね、ルイスもやばかったんだよ、みんなやばったのよこの曲本当に。うーん、これマジやべえ。これニーナさんもうチュンの時パーピン切ってたらもう地獄だったからねこの曲は。地獄でしたねいやー電流やっててよかったね、よかった本当にね、うん、マジでメイカさんのこの高い手上がるかイヌ君のこの高い手がもうどっちかが炸裂してたから、1位なかったかも。なかった、結構これイヌ君が上がってもきついし、メイカさん6000を積もったらもう逆転されてるからね、やばいですからね、うん、よかったこれは、よかったねこのパーピンツマ、本当にこれは最高だった、ふーってなったね、うん、そしてと2曲、これはねなんかミラクルだったね、なんか難しかった、ね、これ何でしたっけ、これ3ピン3ピンって引いて数アンで上がったって、あーあれか最後のあのミラクルだ、そうグダグダしたやつです、ね、そう全部山だからこれニーナ全部持ってくるんじゃないですかっつって、でこの辺は悪くないけどまあここかなしっていうなら確かにウーピンなんかやたら早いなと思ったんだよな、そうウーピン早かったのはなんか正直いけるかどうか分かんないのと、ほんいつちょっとうん、ちょっと見たときにあのどうせだったらドラそばって先に切っといた方がいいのかなとか思って、うん、ウーピンをピャって切りました、うん、でこれやっぱスーピンローピン引いていいからね、うん、キューピンからキューピンからだね、ペンサンドがね、はい、あんま自信ないから
ドラ3品だしね、はい、うんうんうん、これはククくん流に言うとパワーアップ要因だね、うんうんうん、ドラパワーアップ、このウーピンに4とか6引いたらペン切れるじゃん、うん、はいはいはい、パワーアップするじゃん、そしたら、うん、声がちっちゃかったからあんまり指定してないかもしれない、あ今だど僕かと思って、今ちょっとククあ、うん、何よかった、ククだよ、あよかったよかった今、うん、それは確かに納得します、そう、このピンに4とか6とか、うん、まあドラ引いてもパワーアップしてペンを切れるから、うん、まあ、お前なんかあるしっていうのはありました、この5はまあ、うん、パワーアップに役立つと、ちょっと安心しちゃいます、うん、そう、はい、でもそれからデメリットは危ない牌だと、うん、まあでもまだ60目なんでね、いいだろうと、そのデメリット残してもという感じだね、うんうんうん、でこのチュンポンはどっちもあるけどね、泣かないと思ったけどね、なんか2枚目だし、まあ本一に行くかもだし、チュン一通でもまあいいかみたいな、いろいろ考えてきました、うん、ポンしたら多分リャンゾー切った方がいいね、うんうん、本一一直線、まあ、トンね自分で切ってるけど、トンもう一個あるから引いたら OK なわけだから、確かに、うん、じゃあ、うん、イソリアンソーからいきます、なんかこのペン残ってもねみたいな、うんうん、いらねえだろと、なるほど、そしてここでだこの白も同じ理由で残していいかな、2枚切れの白も残すと、うん、まあ、頭欲しいんですもんね今ね、そう頭が欲しいし、まあ本一にしたいからね、せっかくだから、わかりました、うん、で、まあ、こうしていたら、まあ、3ピン引いてきてこれだあと13枚で、うん、終わった、まあさすがにリャンゾー取ってるしリャンゾー切るかとね、そうです、神が来てもう一回来た、神すぎる、神が来てこの、まあ、ここでメイカさんのこの同級のテンパイのリーチがマジでこれ取られる、うん、ヤウピン3ピン、これしかないっていう入り方だな、これはとんでもない神来たね、これはびっくり、やばいわこれ、あそうこの回もちょっと難しかった、本一も見えるし、あこの曲もあれだね、ちょっと早かったね、ローソー切りが、ローソー早いっすね確かに、うん、この9番引きでなんか染めなくても面品一通とか出てきたから、はいはい、まあ、とりあえず3枚切れてるチューンはないしね、了解です、なんか本一1本にするのはもうちょっと悪い時の方がいいかな、わかりました、確かに良さそうですもんね、ウピンローソクつきも、そう普通に手だけ見たらめちゃくちゃいい手だから、はい、まあトップ目あんまりつけてチューンでいいかね、はい、でこの後ねリカバリーしたね。でもね。で、このローワンチーがうまかったね。ああ、言ってましたね。うん。一瞬悩んだやつだ。どうチーする。うん。5、7のチーはかなりうまい気がするね。これめっちゃむずい。なんか4、5で泣いたらね、一通にめちゃくちゃなりやすいんだけど。そうなんですよ。なんか上がりづらいんだよね、非常に。両面残したいなと思って、残しました。4号でなくとね、5、7、8、8、9って5と8のくっつきになるんだけど、はい、4が3枚見えてて自分から、うんうん、で9も自分から3枚見えてるから3枚、ね、全然無理だ、くっつきがめちゃくちゃ弱くて、もう縦に入れるぐらいしかないしね、でマンズで強いのは4がいっぱい見えてるから、サブロー1が強いわけだね、はい、だからその強いサブロー1を残して、まあ、パワーワンポンとかペーポンとか、これすごいなで貼れるようにしたというね、この5、7地位は良かったと思いますね、4号でなくと上がりづらそうだ ね、 っちゃいそう、これはいい仕掛けでした、これ5、7で泣けるのすごい、で狙い通り貼って、狙い通りサブロー1で上がってと、ナイス、うん、いい上がり、やったー。